わお、ナイスオン。はい、やべえ、こい、いやー、乾杯、ナイスさすがです。入れ、おい、ナイス、はい、おっしゃ、まっすぐ行った。しょ。はい。あざっす。しょっす。ようやくまっすぐ行った。左サイドがいいっつったよね。お。アイアンス、はい。なんか右に吹けそうなイメージしか出なかったんで。うん。あ、ほら右に吹けた、やっぱり。この左上らしい辺やと思います。どうしましょうかね。あ、どうするっすか。あ、木の上いきます。はい、これはでも相当な下半身の強さもいります。多分180ぐらいなんで、うんうんうん、でピンが23入ってるのでそれで180なんで、160からちょっと打てれば多分グリーンのところぐらいまで行くと思うんですよ。なるほど。何で打つんですか。8番で。はあ。おーうまいけど、おーうまいけど、どうなの、どうでしょう。グリーンオーバー。お、でかかった。はあ、そうか、フライヤー、フライヤー、フライヤーしましたね、ちょっと。あ、なるほど。でも行きましたね。無駄な力。相当これ深いな。146。あー、やばい、シャンク。あー、バカ、芝に負けちゃいました。ギャー、力入りすぎた、クソ。やっぱり言ってた右のラフがきついってこういうことですか。そうなんですね、ほんまやな。確かにこれ打ちにくい、深かった、深かったです。埋まってましたもんね。じゃあ ABC はちょっと短めに買っといてください。絶対そんなことない。むずいんすよね。こう打つのがむずいんで、ラフで止まっちゃうし、それやったらこっちに打って、こっち打ちます。もう僕はで向こう側まで行け。出ろ。おお、よしよしよし。はい。はい、しゃなかった。105ヤード、53度でいきます。ゴー、入れ、止まれ。おー、ショース。はい、あざす。しゃない。ラフはいかがですか、深さ的には。ラフ吹きゃよ、吹きゃよ。急に名古屋弁。どういう意識で。いや、まあ、とりあえずグリーンのところに乗ってくれればいいかなと。まあ、こっちからまあ下りなんで、まあ、逆にまあのちょっとオーバーしたとしても上りのパットは打てると思うんで、まあ、それぐらいのつもりで。14ヤードぐらいです。何番で。60度で。はい、うまい、うまいけど止まれ。あ、止まった。あ、
意外と止まった。止まれ。よし。ナイス。まあなんとかなりました。まあとりあえずグリーン乗ったんでいいです。はい、この後頑張ります。まだピースはしませんよ。まあスライスで、まあちょっと上りカップ越えたらちょあれですけど、しっかりと届けるように打てればいいかなとは。はい、おお、はい、おお、おお、惜しい。いやー、ナイストライ。はい、ありがとうございます。ナイスです。うまい。はい、ボギーです。はい、あのティーショットを考えたら上出来です。いや、そうっすよね。ほんまやわ。おい、はい、ボギーです。ラッキーボギー。はい。シャンクいらん。はい。シャンクのおかげ。ちなみにあの競技も回られたことがある。1回か2回ぐらいですね。はい。その時の雰囲気とかって。いやもうピリピリでしたよ。あ、そう。はい。やっぱピリピリなんですか。ピリピリっすよ。アマチュアからプロに出るっていうところ、いやでもみんな多分上手ですから、自分が一番下手やと思ってやるのが一番気楽なんじゃないですかね。これが一番楽ですね。ねえ、うん、無茶にあの、そう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 、通ってくださいなんてプレッシャーを ABC が与えるとそうなるんですよ。そうそうそう、だからそのちょっと楽しむ感じで一回こういうのピリッとしたところを楽しんどこうというのでね、はい、ちょっとそういうのを楽しみましょう。うん、通るとかね。はいね。ありがとうございます。よし、一打差、変わらず。頑張る。ねえ、パー4、これはしっかりドライバーで行く。でも真ん中置く。よいしょ。行きます。やってもうた。うわやってもうた。やってもうた。大西さんでもああいうことがあるんですよ。いや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 、よくあります。あと2つ、はい、ここの狙い目と、いやあのまあしっかりとドライバーを、まあ、ゆったりと、まあ、もう左がやっぱアウトなんでちょっと右目でもいいかなというぐらいのつもりで打っていけたらなと思います。ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー、越えろ、いいとこ、ナイスショー、よしよしよし、めっちゃ飛びました、ナイスです。やった、今日1位じゃないですか。これはすごい。ナイスです、はい、狙ったところ打てました。すごい、はい、あ、やばい、あ、やばい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 、はい、もう一個打ちます。やってもた。やばい。あ、はい、行きましょう。やってもうた。やっちゃうよな。これでは僕は通らないスマンで。しっかりと捕まれば8番で。フォローなんで、多分8番でなんか頑張ったら届きそうな気はするんですけど、うん、ちょっとフォローで8番で行きます。170打てば、170でグリーンには届くと思うんで。
うわーちょっと右か。うーんちょっと右でしたね。距離は行ってそう。どまえ。はい。あそこからフェード、よいしょ。いやもう引っ掛けてるやんか、危ない、バンカーやめて、止まれ。あ多分大丈夫、セーフだと思います、はい、セーフですか、はい。うわもう引っ掛けたOK です、はい、うわ打てる気せへんけど、はい行きます。よーしゃ、ありがとうございます。あバンカー入って思った。すごい大きな声が出てるよ。この芝が全然関係ない芝やった。それがあると思って、あーうー恥ずかしい。あ深く入りすぎだ。はいよし。上げます、転がします。まあライン的にそんなに悪くないんで、まああんまり上げたくはないですね。転がしたいいぐらいなんですけど、なんで7、8ヤードぐらいで転がってくれればいいかなと。止まれ、止まれ、止まれ。そっから、そっから、あれ反対行った。でもまあ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 。反対行った。あナイスです。はい。やっぱりフックなんだ。弱っ。あーでも伸びた、はいお先です。はい、10 言いたくなかったよ、これだけは。パーパットです。はい、うわーおん今日こればっかりですね。曲がりましたか。なんで曲がったんだろう。あ、入れちゃった。大丈夫です。いや、ちょっと左打っちゃったんですかね。うん、多分ちょっと僕が引っかか気味に打ったのかもしれないですね。どまい。もったいない。こういうとこです。はい、これをもったいない。では最終9番ホールに来ましたけども、はい、現在一応6打差。はい。はい。はい。急にちっちゃくなる声が。はい。で。福留さんに関しては、はい、ここがバーディーだと39になる。そうですね、あのやっぱりちょっとそうかフォーバーか、うん、フォーバーなんで、まあ、そこはちょっと頑張ってなんとかちょっとここはバーディー取りたいなと、うん、まあ、ちょっと長いですけどね、はい、はい、頑張ります。でライオンさんも、はい、今日はバーディーが、はい、1個、まあ1個出たからいいかなと思ってますけども、あのもう8番がやばいですね。それがもうそれだけです、はい、そこだけがやばかったんで、もう忘れてここはバーディー取るぞという気持ちでいきます。はい、はい、さんラストのティーショットですけども、はい、意識していきたい。いやあのまあロングだからってこう飛ばしたいと思わずに、ある程度やっぱりリズムしっかりと持って打てたらいいなと思います。お願いします。はい、うん、ちょっと左、ちょっと左か、でも残ってますよね。ラフですかね。はいはい、ちょっと引っ張っちゃったな、うん、はい、これは振った。はい、ちょいラフやけど、まあまあまあ、はい、うん、
しますありがとうございます。よしやっぱあれだけ振った時はしっかりとこっち側にパッと腰切るんですね。そうそうです ね、 ねボールを基本的にちょっとこう見たいところが、ね、はいはい、どうしてもやっぱりボールってなると、うん、こうやって真上からこう見てこうやって打ってしまうんで、だからフェースが来ない時は右に飛んでるし、来すぎると、うんね、やばいと思った瞬間にこっち側にチーピンを打ってしまうしっていう。野球の理論とは全く違うんですか。あの腰を先に開いて腰をしっかりと回してっていうのは野球ではまずやらないことなんで、あのどちらかというと、はい、こうやってこう遅れてきてここでこうっていうよりも、うんうん、野球をどっちかというと我慢するとこういう腰まで我慢して、うん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 、全体で受けてから回ってしまうっていう、あだから、まあ、手が先に来るのはもちろんなんですけど、そこをやっていかないと。でも飛ばしの理論は多分似てると思いますよ。ゴルフと野球はやっぱり、うん、そこはただ使い方ですよね多分ね。そうですね、だから腰の使い方であったり、うん、手の使い方であったり、あれもちろんクラブを、ね、体から離さずにっていうのも、うんうんうん、まあ、もちろん野球も、ね、はい、あの体から離さずにっていうのも、あんまり遠くにしないでって言いますもんね、はい、これは沈んでますね。でもちょっと距離出したいな。いきます。うわー、天ぷらやばい。え、耐えたかな。多分耐えたと思うんですけどね。オーナーショー3番ウッドですか、ね、はい。ちょっと右左ラフ、いや、ちょっとラフにかかったかな。もうちょっと右行きたかったです。右にスポロケーのが怖くて。こっちはでも確かにちょっとまばらでしたね。チップイン、うまっ、うまっ、止まれ。はい、ナイスです。あざす、うまいこと打ったな今。おい、はい、ありがとうございます。こんなんできるのかい。はい、これフライヤーとかそこまでかからないと思うんですけど、まあ多分落ちからそんなスピンが入るとかっていう感じはないと思うんで、転がると思うんで、まあ、66ですけどエッジから12なんで、まあ、55ぐらい打てればあの近辺に行ってくれるかなという感じで行けたらよろしいかなと思います。お願いします。60度で、はい、ゴー、うまい、おお、入れ入れ、おーい、はい、ナイスショー、ありがとうございます。素晴らしい、これはいい、近い。これはもうバーディートライ、バーディーしかない。チップインやります。53度でいきます。いやー、そんな曲がるか、入らず。はい、ちくしょう。これを決めれば30台。はい。すーげー煽ってくりますね。ほんまやな。前回も40やったんでちょっと。あ、すいません。届け、うおー、逆、あれなんで逆。スライス、これマジっすか。フックに見えてます俺も。
うわそっから曲がると思いましたよね。落ちて曲がる感じ、ね、そう落ちて曲がると思ったら登っていっちゃった、うん、まやわ予想外分からなってきた俺も。キャー今日こればっかり今日こればっかり確かに今日こればっかりですはい、どうまい。よし。よいしょ。今のもいい感じに打ててる風には見ましたけど、いや、打ってるんですよ。確かにな、読み違いやもん。あれはい、パパーツ。あはははははい、ボギー。あーあれありがとうございました。ありがとうございました。いやーなんかやられた。じゃあ今日ラウンドお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。まず結果から、発表させていただきます。お願いします。福留さんのスコア5オーバー、はい、大西ライオンさんのスコア11オーバーで福留さんの勝利です。大丈夫だ。あ新しいトリガーちょっと本当ですね。どこだ対戦振り返っていかがですか、はい、いやあの本当にもう大西さんもあの8番だけだったので、うんうん、それまでは本当にもうどっちがっていうのも分からなかったですし、うんまあ、僕はこうちょっといい緊張感を持ちながら、プレーさせてもらったんで僕は良かったと思います、はい、ありがとうございました。本当にすいませんでした。もうちょっと粘れたらよかったですけど、8番で力入りすぎました。はい。大西ライオンさんは今日福留さんとの一対一の対決でしたけど、いかがですか。いやもうむちゃくちゃうまかったです。本当に距離も出ますし、アイアンがうまいですね。ありがとうございます。本当にアイアンの精度が高いですし、あとターゲット狙うのも上手ですし、となんかまあ右にちょっと向いてしまうのがあるのかなっていうのがありましたけど。あとはドライバーですよね。そうですね、もうドライバーは置いていこうかな確かに400何ヤードでも220ぐらい打ってその残りの200でも全然乗せれてましたもんね。そうですね、だからもうそれでいいかなと、うん、確かにでも男子ツアーってなると450とか30が多いですもんね。普通ですからね、はいはい、そうなるとやっぱドライバー欲しいんかなってなりますね、うんだから練習する方法を秀光さんに聞いた方がいいですよね。どうやっていったら練習は何をしたらいいっていうのをねちょっと、はい、そうすると多分3時間とか300球とか打たないと思います多分、うん、延々と悩みながら300球それはもう辛すぎますからね、はい、大西さんは、はいまあ、公式の大会も経験されたことがあるということで、そうですね、福留さんこれから、はい、マンデー調整しますけど何かこういやでももう相手の方々がプロの方々のもう大会なんで、はい、もう胸借りる感じで楽しんでやるが一番いいと思うんですけど、ねはいはい、もうちょっとまあそこまでね、うん、あの絶対っていうわけじゃなく、うんうん、もうちょっとこうリラックスしながらはできたらいいなと、はいまあ、当日そんなことは無理だと思うんですけど、うんうんまあ、それぐらいのつもりでいこうかなと思います、うんはい、もうガチガチに力入れたらやばいです、はい、それだけは気をつけてください、はいはい、ガチガチに前の日にガチガチに力入れておきますそうですね、はい、でその当日リラックスしてやった方がいいですね、はいはい、ずっと言ってるドライバーの力感なくやっぱリズムで打てるように、まあ、そこをちょっと重点的にやっぱりもうちょっと詰めてやらないといけないのかなというのは思いますね、はい、そうですね。心配ないさ今日初めて言いました。そうですね。忘れてました。すごい忘れてた。ずっとゴルパイ、はい。いやそうですね。ゴルパイでしたね。はい。まあだからまあそんなにあの楽な気持ちでいったらいいと思います、はい。ありがとうございます。はい。頑張ってください。僕の方がもう負けてんねんから何も言えないです。いやいや、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。